下腹に結構効きます。2分だけ頑張ろう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下腹に効く腹筋を4種目、2分間一緒にやっててもらえたらと思います。まずやり方を説明します。お尻の下に手を置いて頭を起こしてですね、足をこのように振る腹筋をします。で、次にですね、足を上げて少し膝を曲げてお尻を軽く持ちます。これでお尻をクイッと床からお尻を少し浮かす感じで足を上に向けて持ち上げます。で、今度は足をゆっくり腰が浮かないように足を上下さします。で、最後に足と上半身をこのように起こしていく腹筋を行います。4種目です。たったの2分、回数はですね10回ずつ次のメニューに移りますんで、まあ、何セットいくかはねお任せしますんで、一緒にやっていきましょう。では頑張りましょう。スタート。同じように真似をしてやってください。はい、これ上いきます。手をへそを引っ込む。これ1分だよ。お疲れでした。たったの2分の腹筋エクササイズなんですけども、毎日ね動画を見ながら一緒にやってもらえたらと思います。しっかりね、下腹っていうのは腰をつけてないと効きにくいので、できるだけ腰を丸めて腰を床につけた状態で全部のメニューを行ってください。また腰が痛いよって方はですね、バランスボールに抱きつくなどして腰をまずしっかり伸ばした上でこの腹筋エクササイズやってもらえたらと思います。頑張った方はよかったらコメントお待ちしてます。今回もご視聴ありがとうございました。